日本 VS 世界3対3マッチ、これが最後の一戦です。画面左側赤いグローブ、第2代 K1 スーパーライト級チャンピオンとして地元名古屋に凱旋です。そのノイリー、目線は合わせません。正面にディエゴ・フレイタス。さあ放送席解説は才木玲香さん、佐藤義弘さん、中村匠さんです。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。中村さん、とにかくクラッシュ79、この試合が最後の最後ということもありまして、ノイリにかかる期待というのは大きいですね。そうですね、ここまでやっぱり日本対世界3対3マッチ、カナ選手、山本選手、本当劇的な試合が続いたんで、ノイリ選手にとってはね、ちょっとハードルが非常に上がってると思うんですけど、ここでね、やっぱり K1 チャンピオンだって帰ってきてどんな試合するかっていうところを見たいです。ただディエゴ・フレタス選手、今回ね、3人来た選手の中では、一番実績と実力があるファイターだと僕は思っているので、本当にそういったところでも、一つの、ね、勝負としてもね、おう、はい、お左ボディから膝、ノイリです。でもフレイタスもそのローキックをはじめ、はい、もうこれオールラウンダーだという情報ですね。そうですね、僕の見た中ではその中でも、パンチが特にこう鋭い選手かなっていう、はいはい、タイプだったと僕は思ったので、いやでもこのローキックも含めて佐藤さん、ノイリの攻撃もうこれなんでしょう、切れるような、うん、もう切り倒すような、うん、そんな速さ威力ありますね。そうですけど、こう面白い距離で戦ってますね。あ、近い、膝、初参戦でクラッシュ来た人だと大体この距離だと組んじゃうんですけど、組まないですよね。あとまず多分ノイリ選手とこの距離って強いから嫌がると思うんですけど、はい、真っ向勝負してますよね。ここで同じ技返しますよね、はい、フレイタス自信があるんだと思うんですけど、ここで膝、これは面白い選手だぞ。あ、そしてモモへの膝、ボディで返すノイリなんですが、テンプルへのパンチも同様です。わかります、ポルトガルのノイリマスタークみたいな感じなんじゃないですか、もしかしたら。ディエゴ・フレイタスね、膝もうまいですよ。うん、届いて、この近距離からなかなか膝打てないですけど、結構綺麗に入れてますからね。そして前蹴り、一旦距離ができました。サウスポースタイルでの赤いグローブノイリ、ここは右手を前にしています。本当中村さんの言う通り、ポルトガルのノイリって感じですね。ちょっとこう佐伯さん、はい、鏡合わせのようになる時ありましたね。そうですね、同じ技をそのまま返してくる。おお、そしてパンチにはハイキック、左インローはノイリ。いや、例えば蹴り合いは僕ノイリ選手強いと思うんで、足が、そうですね、少し滑るようになりました。桃へ奥足へのローキック、ノイリ鋭角的パンチを見せて前蹴り、三日月蹴りから膝飛び膝。あ、でもノイリ選手はボディーブローだけじゃなくて、ああいう三日月蹴りとか蹴り技でもボディーえぐれるのがいいですよね、ああいう近い距離からでも。去年ももう三日月蹴り一発で終わりましたからね。あれ残ってますね、記憶に。そして今回は K1 のチャンピオンとなって念願の芸王戦勝利してのノイリ名古屋です。右膝から、さらにパンチ左膝、打ち込んでガードも硬い、そしてアッパー。佐藤さん、このガード硬いところも2人硬いですね、見た目は似ていますね。ノイリの方がやっぱりガードの隙間を縫って、アッパーとか、右アッパー、ダブルトリプル、これですね、飛び膝もあるし、さらに左ボディ、ノイリの強さ。ラウンド2、試合は第2ラウンドです。いやー、でも佐伯さん、第1ラウンドからもうこれ手に汗握るってこのことですよね。そうですね、早い攻撃。ノイリ選手って、はい、名古屋大会全部勝ってるんですよね。今回も勝ってくれるんじゃないかなって期待してます。やっぱり地元フレイタスがパンチ、またこれ回転数上げてまいりました。左ジャブ、そこにローキックをお互い乗せます。いや、ディエゴ・フレイタス強いですよ。強いですよ、これ、これそうですね。いや、この試合ものすごくもテクニカルで、でも力強いですよ、お互い。佐藤さんはもう現役時代、本当にヨーロッパの強豪ってもう数多く戦ってきましたけれどもね、はい、こういうファイターもうずらり揃ってるんですね。そうですね、もう本当名前知られてなくてもこういう素晴らしいファイターいっぱいいるんですね。まだポルトガル出身の24歳です。ハイキックパンチの後、すごい、右、打ってこいという動きはノイリー。中村さん、至近距離変わりましたね。そうですね、左ボディーダブルから右、ザーノイリの怪物っぷり、これがノイリマスターズの
皆さん、これが K-1 チャンピオンです今日はたくさんのご来場ありがとうございました。この名古屋クラッシュも僕が言い始めて第6回目の大会になるんですけど、回を重ねるごとにいいカードや完売になるのもすごい早くて、すごい注目していただける大会になって僕自身すごい嬉しく思います。今回でメインが2回目だったんですけど、結構なんかこの日本対世界の対抗戦でかなちゃんが1ラウンド KO して、哲也君が2ラウンド KO して、すごいプレッシャーもあったんですけど、まあなんとか KO、 僕も KO 勝ちできて、3人揃って KO 勝ちすることができてほっとしています。まあ僕はまだまだ全然こんなもんじゃないと思うんで、これからも K-1 チャンピオンらしい試合をどんどんしていくので、これからも僕のことを期待していて見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。